え皆さん明日の礼拝を前に不思議な十字架をお見せいたします、えー、この小さな十字架野巣川教会の青年のおじいさん大工さんが作られた十字架です、えー、釘なしで茶室を作る技術のある大工さんということでたくさん十字架を作って持ってきてくださいましたえっとその方の作った十字架は ノス川教会の講談の十字架を型にして作ったもので、それはキャンプ場の礼拝堂に掲げてあります。ということで、この十字架ですが、ちょっと不思議な十字架で、えこれ白い木で作っている十字架です。はい、下は茶色い木です。そして、裏返してみると茶色い方ですが、 はいえー、これも白い木ですねところで初めの木は白い木でしたねところがはい最初の白い木の十字架が茶色い十字架茶色い木になっています、えー、なかなか不思議なことですがはいこの 木で作った十字架は、その大工さん、自然の木のこの効果を十分に使って十字架を作ってくださっています。はい、最初に戻したはい、白い木の十字架ですね。広い色、えー、何度も見てても飽きない十字架です。はい、ということで、それでは皆さんさようなら。